僕はですね、ぴょこたんっていう名前でですね、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。そしてこちらはですね、西日暮里駅からね、徒歩1分のところにあるですね、僕たちのオアシス、喫茶店フィレンツェです。僕の株の今年のこのアップダウンの収支をね、全部この楽天証券の口座を見せてね、お伝えしようかなと思って。で、年末に向けて僕はビッグベットをね、何にしようかっていうのを今回また考えてて、ここあたりからがね、結構勝負だったりするんだよ、実は。あんまり税金も払いたくないから、どうせやるんだったら、例えばさ、100万円儲けて、税金20万円払うくらいなら、その100万円をビッグベットに回してとかさ、いろいろ考えたりすることがあるんですよ。あとは、任天堂のこの含み益を一体どうすればいいのか、我々は。この任天堂の含み益ね、大量にあるけど、いつ利確すればいいのか、そのまま下がっちゃうことだってあるじゃん、もちろん。これ配当金。今年僕は配当金でこんだけ、これ、源泉徴収されちゃうわけよ。お金引かれちゃうから、1000円と4万9500円。これなんだろうね、多分任天堂だと思う。任天堂プラスアルファ DNA ぐらいで入ってきて、ちょっと引かれてる感じ。これはただの配当金だから、こっからが重要。2017年1月の収支。これね、これとこれは特に関係ない。いくら使っていくら利益を得たかっていうのだけど、信用取引とかも全部含まれてるから、あんまり関係ない。つまり2007年の1月は18,240円も負けましたよっていう。1月でね。で、ここからがね、結構ね、やばかったんですよ。DNA のキュレーションメディア問題とかがまだ引きずっててさ、ほら、DNA の損切りして、2月に39万も負けてんの。この時点でもう40万負け。いきなり2ヶ月で出鼻をくじかれるわけですよ。はい、次。さらにね、まだ DNA 問題後引きずってるから、DNA が一向になんか動物の森を発表しないし、株価もずっとキュレーションメディア問題で謝罪したからね、ずっとマイナスが続いてて、もうこの時点で、あれだからね、いくらこれ40万の、まあ、80万ぐらいマイナスになってるわけよ。さらに任天堂の空売りとかでも失敗した挙句に100万ぐらいね、ここで、これでも100万いったでしょ。だいたい100万ぐらいマイナスいきました、4月までにね。でもちゃんとこっからね、僕はね、タカラトミーを利確したりして、これなんだったっけな、5月は多分任天堂の信用取引とか、あと、なんだかんだ DNA でも巻き返したり、タカラトミーを、利確したりして、59万プラスになって、これでね、ちょっとね、浮上したっていう感じ。で、さらにこれで、60万の70万円ぐらい。100万マイナスだったのが、2ヶ月でちゃんと、一気に来て、これで80万、あとちょっとって言って、はい、一気にこれ8月でね、プラスに転じました。これも何だったかな？これもね、確かね、任天堂株のね、空売りプラス、信用買いね。これ偉いでしょ。さらにね、9月は8万8000、ちまちまと、これもね、DNA の信用取引で、ちまちまとね、買ったやつ。そして、10月もね、14万9000円勝ちましたから、というわけで、今期はですね、39万3460円、今のところプラスなの。まあ、いろいろ含み損とかね、含み益とかまだね、何もしてないものはあるんだけど、どう思う？これどうすればいいと思う？ただね、これだけじゃないから。まあ、任天堂の含み益はもちろん200万円以上ね、今持ってるわけですけど、これはまだ利益に乗せてない状態ね。あとは、やっぱりね、NISA なんだよな、僕の真骨頂は。NISA の方でも利益が出てるから、これ NISA っていうのは税金かかんないから、自分の利益に乗らないやつ。乗らないやつなの。実現損益って言って、これ年初来で55万だけど、投資来でさ、104万円もプラスになってんのよ、NISA なんて。だって1年にね、100万円から120万円までしか使えないわけよ。なのにこうやって、じゃあ2014年からもう利益を確定したやつを全部見せていってあげる。これは2014年の初めて100万円ね、買っていいよって言われた時に、僕が選んだこの12345、6個の銘柄、ソニーとユークス、タカラトミー、セガサミー、コナミで、日経225連動投信、これでそのまま100万円ぐらいなんだよ、全部で。ほら、全部合わせてこれ100万円ぐらいで買ってんの。20万でしょ、30万、まあこれで30万だから、これ60万の、これで大体100万でしょ。ちょうどぴったり100万円、綺麗に買ってさ。
で、これをいつ売ったのかちょっと忘れたけど、ほら、ちゃんと全部に利益を乗せてんだよな。違うな。セガサミーはしくじったんだな。セガサミーはしくじったんだ、これ。コナミは18万で買ったの34万の時に売ってるから、16万プラス。ユークスは1万円損して、タカラトミーは4万の時に買って5万の時に買って倍ぐらいで利確してるから6万プラス。ただしセガサミー26万で買って13万円で売ってるから、大損ぶっこいて12万円。でもコナミは24万で買って36万の時売ってから12万円。トータルでまあこの100万円の投資でね、21万6000円プラスになってるわけよ。2014年のね。次、2015年。こちらです。100万円しか使えないから、この頃は。バンダイナムコに100、タカラトミーに900、メガチップスに100。これでちょうど100万円だから。見て、51万の、これとこれで70万。まあ、だいたい100万円でしょ。この100万円がどう化けたかっていうと、こういう感じね。バンダイナムコは25万8000円で買って、37万6000円で売ってから11万円儲けた。タカラトミーは6万4000円で買って、倍以上の13万円で売ってて、これ6万7000円儲けた。さらにこの51万で買ったのが85万9000円の34万円。タカラトミーでほとんど儲けてんだよ。タカラトミー、僕めちゃくちゃハロルド・ジョージ・メイをしてたじゃん。もう何年も前から。2015年だから、これ。で、メガチップスは、ちょっと任天堂の優待をなくしたから、もう損切りして、3万円損したけど、でもこの年さ、ほら49万。100万円の投資でさ、49万8000円儲けるってどんだけすごいことか分かってるか。50%プラスになってんだよ。だって150%だよ。この NISA、しかも税金かからないっていう最高のね、制度、NISA。ただ100万円しか使えないから、あんまり本当はこんなん勝てないんだよ、普通は。はい、そして2016年はこちらです。これもね、DeNA に100、公営テクモに100、テンアライド。これはですね、ソニーの株主総会で隣に座ったね、特殊株主の橋本和夫が、この銘柄おすすめだよって言ったんで、その場、ソニーの株主総会の席上から買いました。それがこのテンアライドと赤道なんですけど、まあ、ここに書いてあるってことはもう売ったんだけど、あとは角川ね。これが2016年、去年だけど、どう化けたかって言いますと、これもちょうど100万ぐらいでしょ。あれ？去年は違うな。まだ持ってるやつがあるんだ。まだ持ってるやつは、これ、実現損益に載ってないから、これは全部確定させたやつだからね。はい、こんな感じです。DeNA は18万で買ったのが25万で7万3000円ね。で、これ、公営テクモは19万で買って21万8000円で売ったから2万7000円。テンアライドは、これ、テングとかの会社なんだけど、3万5900円で3万9000円で売ったから3100円。角川は12万8100円で買って17万の時、ちゃんと、すごいいい時に売り抜けてるよね、僕、これ。一番高い時だよ、こんなの、角川の。ちゃんと4万6000円利益。で、赤道もですね、これもすごくて、まあ、特殊株主の橋本さんが教えてもらった時に8万1000円で適当に買って、これ12万7000円になった時にちゃんと売ってんだよな。これも4万6000円の儲けで、まあ、19万6000円。これが2016年の利益です。で、2017年の NISA は、これはもう今年だよね。今年はまだね、ちょっとしかやってない。今年はこんな感じです。イマジカロボットホールディングス。これは確かね、スナックワールド銘柄だったと思うんだよね。あとはユークスね。相変わらずのユークス。優待も大好きな。で、イマジカロボットっていうのが、これスナックワールドのアニメ作ってるとこだかなんだか忘れたけど、買っといたら、どうせ上がるだろうと思ったら、やっぱり上がったけど、もうスナックワールド、僕今、利確しちゃってるから、スナックワールドは。だから、8万6700円の時に売って2万円儲けて、で、ユークスは3700円減ってんのと、3万3000円、いい時売ってるな、これも。なんかちゃんと5万円今年は NISA で儲けて、まだいくつか保有してますって感じね。っていう感じで、NISA でですね、100万円のね、すごいよね。偉いよね。ちゃんと稼いでるでしょ。それが僕の偉いところだな。はい、そういうわけでね。まあ、僕のね、株が今年もなんとか今プラスで、こっからどういうふうに勝負していこうなんで、今プラスだいたい40万ぐらい。まあ、兄さんのプラスは別に税金に関わってこないから、あれはあれでね、確保しておいて、で、こっから先、どういうふうにすればいいかなと思ってて、39万円儲かってんじゃん。で、去年は僕はそういう儲けを何に使ったかっていうと、カードゲームを作りまして、カードゲームね。あれどこだっけ？どこ行ったっけ？
このね、在庫の山を今抱えてるけど、まあ別にそんなに後悔はしてない。1個作っておくっていうのは、まあ別にいつでも売れるから、こんなのは。うん、それにゲーム性としては僕別にこれ結構いいと思ってるから、まあちょっとややこしいっていうか、まあでもそれ言ったらどんなゲームもややこしいもんな。うん、というわけで今年はですね、僕が、どこに向かっていこうかって思ってるのは、でこっからあと2ヶ月どうやって立ち回るかで結構重要になってくるんだけど、まず僕は相変わらず DNA は強く押してるわけよ。 DNA 壁は強く押しつつ、あ、そうだ、それプラスついでにですね、ここにさりげなく置いてたこのラジオライフ、ラジオライフ今発売中なんだけど、今回の特集、僕ゲームラボっていうこのラジオライフと同じさ出版社で作ってたゲームラボで連載してたんだけど、19年連載してたのがね、ゲームラボの休刊とともに終わったわけよ。でここ、こっそり私腹を肥やす他言無用の儲け技っていうね特集がありまして、で例えばさ、まあ、ポイントサイト最新攻略とか、ポイントサイトでポイントを集めまくろうとかね、あとはネットの検証、ネット検証生活、うん、ネットの検証生活とかね、あとはどんなのがあったかな、フリマオークション、フリマとかオークションで儲けてやろうぜみたいな、うん、メルカリ攻略虎の巻、うん、転売トレンディーカタログ全部すごいよな、こういうなんか儲け。僕はふるさと納税最終案内ね、ふるさと納税最終案内、そしてこれ任天堂株投資必勝ガイド、こういうページをさ見て、これほら、これトレーダーのね、個人投資家のぴょこたん、常に冷静な目で対局を読む力が利益の源泉ですこれいいよな、これわざわざね、この編集部の人に用意してもらったね、これで。ほら、外国人から金をむしり取るスマホゲーに期待外国人からね、そうな、こうやってラジオライフでね、まあしかもほら、こうやってバンって漫画も書いてるからね、ゲームラボと同じ体裁で漫画をね2ページ書きましたから、うん、いやすごいね。ここでもね、しっかりと僕は DNA をめちゃ押してる。外国人から金をむしり取るようなゲームをね、さっさと出せと。だからそれほど僕は DNA 株に期待してね、今だってね、多めに持ってるわけよ。もう宝富は全部、ほぼね、利確しちゃって、今も上がってるからクソと思ってるんだけど、まあ宝富は僕はスナックワールドにビッグベットしたっていう話があったのと、スナックワールドが、この先、ちょっと暗雲立ち込めてて、今やっと20万本、ゲームの方がやっぱ肝だからさ、ゲームが売れないことにはって僕は思ってるのと、ちょっとこれから先いろんな展開はもちろん控えてるから、その展開が逆に重荷になってくるんじゃないかなと。例えばジャラだったら第何弾まで出さなきゃいけないんだけど、その第何弾まで出し続けて売り上げはどんどんこう下降線をたどっていった場合に、宝富的にもうまくないなって思ったんで、うん。だからね、まあいろいろ宝富の挑戦的な姿勢は僕は評価してて、また絶対買おうとは思ってるんだけど、今はちょっとね、少し距離を置いてるっていうかさ、スナックワールド待ちだね、結果待ちだね。スナックワールドの結果が全部出てからもう一回乗り換えな。まあこっからどんどん上がっちゃったらしょうがないけどね。うん。だからもう僕はスナックワールドはとりあえず、まあこんなこと言ったら面白いんだよ。ゲームもやって面白かったし、アニメも見てて、昨日も見てたけどさ、面白いんだよやっぱり。あのマヨネちゃんがさ、まあ誰もこんなこと言っても知らないんだろうけど、マヨネがね、あの捕まっちゃって、そのじゃあマヨネがいなくなったから新メンバーオーディションしようって言って、なんか偽物が入ってきたりとか、結構くだらんことやってて面白いんだけどな。でも妖怪ウォッチでやってること同じなんだけど、やっぱり時代の流れとか、この時代にいかにマッチするかとか、まあキャラクターの魅力とかもいろいろあった感じで、やっぱりちょっと妖怪ウォッチほどのね、ドカンはないなっていうのを僕の中の判断がね、下しまして、ついに、うん、なのでちょっと宝トミーはね、一旦引こうかなと。妖怪ウォッチほどの爆発したらさ、もうすごいじゃん、売り上げがドカンじゃん。じゃらじゃらんじゃらん、あれだって500円、1個500円、まあ、実売350円でビッグカメラとか売ってんだけど、1個そういう500円、定価500円のものがさ、ドカンって売れたらどんだけすごいんだってことになるから、うん、そう思ったけど、ちょっとそこの状況は、未来は今のところはちょっとないかなと。外国でもしかして売れる可能性もあるけど、ちょっとね、それで僕は一旦、その、タカラトミーは全部ほぼ利確して、今 DNA と任天堂は1個と DNA なんだけど、うん、その任天堂がね、じゃあね、DNA なんだよ、問題は。いつだよ、早く動物の森いつなんだよ。
ずーっと僕は待ってんだよ。ずーっと待って、ずーっとしこたまね、買い込んで待ってんのによ。何にも起こんないからね。うん、ちょっといい加減にしてほしいけど、でも DeNA もね、例えばクライマックスシリーズ進出したし、別に下がる要素はもうないんだよ。キュレーションメディアで全部海を出したわけだしさ。だから年末に向けてもう一回 DeNA にビッグベットしつつ、僕のね、今回の大きなビッグベットの一つとしてですね、発表します。韓国のカジノに50万使いに行きます。突然ですけど、韓国のカジノで、ポーカー大会があるの。そこにですね、参加費10万円の大会とか、リアルマネーの大会とか、参加費5万円の大会とかが、結構日本人向けに、バーンと大会ぶち上げられたわけよ。第1回。ここで僕は結果残してきてやるよ。このあぶくじに40万かなんかを使ってですね、ドーンと行くから。しかもこれが実は株にもつながってくるんですけど、その韓国のバーンとぶち上げたカジノっていうのは、僕がね、かつてニーサでボロゾンぶっこいたですね、セガサミーが今トータルリゾートビジネスでめちゃくちゃ力入れてんの。そのパラダイスシティっていうインチョンっていうところにあるですね、パラダイスシティのあのカジノに僕は行ってくるから。しかもこれがタイミングがいいことにさ、12月のまあ中旬ぐらいなんだけど、まあその僕AJPC っていうね、日本で国内で常に無料で大会をしてますよっていう、いつもさ、平和島で、今年なんかも平和島でさ、AJPC が主催で、なんか第1回として日本人向けのそういう大きなポーカーイベントをやりましょうっていうことでさ、フリーロールとかも含めてね、タダで参加できて400万ぐらいの賞金総額があるようなものとか、全部そっちで、パッケージとして、例えば初日にこのフリーロールやりましょう。で、2日目にメインイベントのデイ1があって、で、3日目にこのディープスタックっていうすごいチップを持った状態で戦えるやつとか、それが全部5万円とか10万円とか参加費かかるんだけど、ほぼね、参加者は多分日本人だと思う。韓国の事情としてカジノは、確かね、韓国人やれないんだよ。外国人だけしかカジノやれない制度になってて、外国人だけが金を巻き上げて、韓国にね、その場代を座れるっていうね、まあ、システムになってるから、ちょっとそういうことにはなるんだけど、まあでもいいじゃん、別に。セガサミーの株主だし、例えば来年の株主総会行った時に、社長になんかぶつけるにしても、パラダイスシティを体感してたっていうのはすごく大きいわけよ。だってさ、セガサミーの今の社長は2代、なんか、サトミの息子だから、ちょっと今僕と同い年ぐらいの、まあ青年なんだけど、その上なんだよね。サトミ修っていう人が、すごいわけよ。とにかく、サミー、もともとサミーの創業者がなんかの、で、めちゃくちゃ株も持ってて、で、里のダイヤモンドだけ、馬主のさ、里のシリーズも全部その人がやってるわけで、相当なもう、すごい人間なんだけど、その人が今もうカジノビジネスにお熱になっちゃって、もうパチスロ産業こう、ダメだっていうので、で、セガサミーの株主総会の最後に、もう社長は譲っちゃったから、ずっと社長が全部やり取りするじゃん。最後にその里見の会長がね、発言する、なんかスピーチの時間がね、10分ぐらいあったんだけど、そこでも全部ね、このパラダイスシティの魅力ばっかり語ってんだよ。よっぽどでしょ、これ。だって、セガサミっていう、もう竜が如くとかなるセガとかも全部傘下に抱えるさ、ゲームとかパチスロとかでたくさん儲けてるあの会社の最後の一番のボスの、その一番大事な時間にずーっとパラダイスシティの魅力を語られてもさ、例えばね、そのために宮崎のシーガイアを我々は買収して、宮崎のシーガイア付近にもトータルリゾートビジネス、カジノはないですけど、そういうビジネスのね、拠点をまあ作ってます。実績もあります。で、これからカジノが日本にね、入ってきた時に、我々はカジノ単体とかね、ゲーム機とかそういう視野じゃないんですよ。もうトータルリゾートビジネスとしての、全てのノウハウを今ね、吸収してるところなんですよ。で、韓国にとりあえず、現地のパラダイスと提携しまして、それに、日本でやるカジノの一回り先にね、パラダイスシティという素晴らしい設備を作ったんですよ。これね、これですよ。ここまでお熱になって、どんだけの、もちろんね、行った人の評判はいいんだよ。だけど、それがビジネスとして成り立つのか、そしてそれを国内に持ってきた時にどうなるんだっていう、そういういろいろ考えた結果、これ AJPC の第1回の海外のね、リアルマネーの外でやるトーナメントだし、ここ行くしかないかなって、僕は本来行きたく、そんなにね、海外トーナメント興味ないんだけど、うん。だからね、
いろんな意味でね、行くわ、もうこれ。ビッグベットする。本当はポーカー大会に10万円とかなんて絶対かけたくないんだけどさ、でも僕スキルはあるわけよ。で、その日もう集中して何試合かあるから、その中の1個でも結果残せば、ドンともう莫大な金額が入ってくるわけですよ。うん。だからね、そう、視察も込みだし、まあ現地で配信とかもして、で、その経費にもできればするし、そう、ギャンブル代はできるかどうか微妙なところだけど、まあその渡航費とかは絶対いけるわけじゃん。株主としての視察もあるわけだし、ポーカープレイヤーとしての視察、そして配信者として、漫画家としてのそのネタ探しにも韓国に行くわけだから。すべてウィンウィンウィンなんだよ、こう行くのは。うん。だから無理してでも行くわ。ギャンブルの費用はちょっと無理かもしれないけど、でも参加しないとわからないさ。漫画に、例えばですね、漫画にしたり、例えば配信で喋ったりするにも参加しないとわからない体験だから、それって。いろいろ考えてね、去年の今頃はゲームを作ろう。今年はね、韓国のカジノ行こう。カジノで50万使ってやるっていう。うん。いや、すごいよ、これ。僕のアイディア。アイディアマンでしょ。で、今誰か一緒に行く人いねえかなって探してるとこ。一人でさ、怖くないか？僕みたいな逸材がさ、捕まっちゃったらどうする？あっちの人間のさ、軍師みたいになっちゃったらどうする？三国志の世界みたいに。全然歴史とかわかんないから、不用意なこと言っちゃやばいなと思って、今、こう、抑えてはいるんだけどさ、なんかその韓国関係と天皇関係とかで不用意なこと言うやつはね、ほんとバカだから、言わない方がいいから。うん。危ないよ、ほんと。どうしようか。だからね、ボディーガードも込みでね、うん、言葉とかわかんないしさ。でもやっぱお金と時間がないといけないからってんで、やっぱ難しいんだよね。そして肝心なさ、テキサスホールデムができないとダメじゃん。10万かけた大会にお前ら参加できんのかっていうレベルの。無理無理、めぐみちゃんは絶対無理だから。めんどくさいから。僕がお世話しないといけないじゃん。下の世話まで全部僕がしないといけなくなっちゃうから、めぐみちゃん連れてったら。そんな最悪なことないよ。地獄じゃん、そんなの。介護じゃん、だって。なんで介護旅しなきゃいけないんだよ。せっかくバカンスとしてね、韓国に訪れるっちゅうのに。さて、だからね、ちょっとそれ今、まだ詳細が全然出てない。もう2ヶ月後なのに、詳細がさっぱり出てないから、なんとも言えない、その、チケットすら取れないんだけどさ。うん。まずはそれちょっとチャレンジしてみますわ。何にでもさ、行ったら行ったで、全部、まあ経費っていう考え方もなんだけど、僕の収入って言ったらさ、まあ YouTube と漫画なわけじゃん。それの経費として、ある程度全部は使ってるんだよ、事実として。だからそれは自分の収入もらったお金からさ、 YouTube の Google 様から入ってきたお金と漫画の、原稿料からこう自分の収入からさ、こう減らしていけるわけ。所得はこっちだ。ガーッと、だって経費なんだ、実際使ってんだからさ、うん、そういう感じだから僕のさ動きって無敵なんだよな、これ。さらに無敵なのが、その僕今日もね、本当は漫画描かないといけないんですよ。漫画もほぼ締め切りみたいなもんで、だいたいいつも15日ぐらいに更新しますって告知してるわけだから、15日頃更新っていうのが今、まあネタはできてんだけど真っ白な状態で、そうするとなんか、あ、やんなきゃなって思うんだけど、やれないじゃん、ちょっとまずいなと思って、うん、そういう時にこの配信、あ、じゃあちょっと暇つぶしにっていうか、なんか気分転換に配信するかって言って、こう配信するじゃん。そっちもまた仕事っていうか金になるっていうのが、これすごいじゃん。だから、その、息抜きが、どっちも息抜きなんだよ。で、まあ、配信も特にネタないから、じゃあ漫画描くかって言って、漫画描いて、じゃあ今日は漫画描いてって言って、で、じゃあ配信で息抜きして、息抜き息抜きでこう、交互にやってることが両方仕事になってるっていう。これ無敵だね。無敵だわ、これ。だってやりたいもん、どっちも。どっちも配信も、これしばらくやんないと、あ、そういえばこれ、ムカついたなーっていうのとかさ、溜め込んでおいてさ、溜め込んでおくことで、またこうやって言えるっていう。うん。すごいね。得じゃん。すげえ得じゃん。全部その、しかも、今のところはその、追われることがない状態。おかげさまでね、大したページ数もないんで、そこまで追われる状態にもなってないところでさ、これやりたいなーと思ったことやる。いや、完璧ですね。うん。こういう状況作っておきたいね。うん、常にこういう感じで立ち回っておきたいわ。で、やっぱりやりたいことを、面白そうなことを一番にやるから、今回の漫画は今何を描こうとしてるかっていうと、自分の VR の動画を撮影したことね。
ここフィレンツェで VR の動画を撮影するための、まあ、裏話だったり、どういう意図があって撮影したのか、誰が撮影したのか、どうして撮影することになるのか、その辺の話は全部漫画にまとめようと思ってまして、でその動画もう先行的でね、おとといぐらいにアップしたんですよ。これがね、またね、まあ、人々の心をね、動かしまくったらしくてですね、いや、面白かったって言ってる人も結構いるけど、それによって気持ち悪いって言って、チャンネル登録を解除する人もね、たくさん出るし、確かに、そういう気持ち分かるんですよ。僕も自分で PSVR で見てて、なんか気持ち悪くなるし、でもそれは、あえてそうやって僕は狙ってその動画を作ったわけだから、そういうコメントがついたりとかいうのも、バッド評価、これがつきまくったりすることも、もう、嬉しいんですよ、別に。まあ、いいなと思って。まあ、あれもね、ぜひ見てほしいんだけど、PSVR 持ってる人は特に、PSVR で。すごい臨場感だから。あれで僕は何を伝えたかっていうとですね、もちろん自分は VR、前から PSVR 買ってさ、興味津々でいろいろやってるっていうのと、手軽にまず VR もできる。どん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 敷居が下がってきてるわけよ。来年なんか2万円ぐらいでさ、ヘッドセット、このヘッドマウントディスプレイのやつ出るんでしょ？オキュラスの。一気にどんどん急に下がってきてるから、あと5年以内にいろんなことができるようになるっていうのは一つとして、やっぱ VR 配信者だよな。VR 配信者は僕すげえ、まあ、YouTube みたいにこういう感じで動画上げるのもいいんだけど、ライブもできるんだよ、普通に。みんながこう VR これかぶって、で、こうニコ生と同じようにやるんだけど、この僕は君のテーブルの向こう側にいるっていう感じにできるわけ。あの動画の通りに。で、こうやってさ、顔近づけたりとか、じゃあ、今からね、投げ銭で東京タワー投げてくれたら、チューしちゃいますよってさ、可愛い女の子が言ってね、あと耳元でね、名前ね、囁いてあげるよって、東京タワー来ないかなーって言って、来たら、なんとかくん、ありがとうって、チュって。やったりとかしたら、すごいよ、これ。その想像しただけですごい。止まるさやかちゃんが、そういうことをさ、これでやったら、もう、どうしよう。東京タワー1万円だけど、クレジットカード払いで、もう、後先考えず行っちゃおうかな。ああって、連打しちゃうかもしれないし。ダダダダダダ。こういう VR 配信、プラス投げ銭システム。これ夢っつうか、やばい世界ではあるんだけど、もう実際、乃木坂とかもショールームでそういうのやって、投げ銭とかやってんでしょ？知らないけど。アイドル界隈みんなやってんの、今。みんなしっかり気づいてくれ。僕のこの動画によって、確かに僕がやったら気持ち悪いよね。ナポリタンとかいろいろ。まあでも、あれだってね、ママさんの協力を得てね、すごいしっかりと撮ってるわけ。しかも、あれ、ワンカットで一発撮りなんだよ。一発撮りだから絶対ミスは許されない。ナポリタンももう二度と使い回しっていうかさ、二回も頼めないから、一発で、で、編集点なしで、撮ってくれる人の手間とかも考えると、だからこう、店から入ってきてから、僕が出るまでを全部一発撮り、だいたい3、4分でっていうイメージしといてね、しっかりと僕が脚本を書いて、こういう感じでやりたいんですってやって、それであれをね、実現できてしまう。この、僕というね、プレイヤーのね、素晴らしさ。あれもね、そういう観点からも見てほしいよ。あの人は VR のね、撮ってくれたね、AV 監督の鬼太郎さんは、VR っていうのは、こういうふうに、あんまり動かしたりすると、酔っちゃったりとかっていう、そういう技術的な面ね。だから、ある程度、ワンカットで、固定のところでやった方がいいです、ここでやった方がいいですよっていうアイデアと、あとは今、VR の AV だと、キスが一番いいんですよっていうのと、まあ、その辺いろいろ漫画にしようと思ってんだけど、まあ、こういうのを入れた方がいいですよっていうのを、込みで、こう、台本にカチッとこうまとめたわけ。だからね、あれ、相当いいよ。今こうやって、まあ、パソコンの画面で見てるわけじゃん、配信を。これがこの VR ゴーグルをかぶって、そのテーブルの向かい側で見てるっていうと、ほんと全然没入度が違うんだよ、人としての。こうやってやったりすることも、おらおらおら、どうしたどうした。これもすごい、ムカつくんだよ、普通に動画で見てるよりも。あれね、ちょっとね、スマホの簡易的な VR でもできるらしいから、こうガチャンって挟んで、こう、わかんないけどね、スマホで見方は。PSVR だったら、YouTube アプリを入れて、あの動画見れば一発なんだけど。で、画質もどんどん良くなっていくわけだしさ。いや、5年以内だな。この急上昇でいくと、VR 的なのが一般に浸透して安くなって、もう5年以内で絶対行くでしょ。だから、そういうのの、一つのね、出したんだよ、僕は答えを。
こういうことだぞっていう。柴田ももしかしたらそこに気づいてるかもしれなくて、プロレスリング柴田、さっき誰か書いてたけど、柴田のやってるのは、あれ、360度カメラでしょ。君がやってるのはちょっと違うんだよ、あれ。あれ、泊まるさやかの360度デートと一緒で、まあ、360度っていうのはもう今、世の中にそこまで求められてないんだよ。180度で 3D のものを求められてんの。臨場感。だって、下を見た時にさ、そこの、顔が寄ってきた時に、顔がこんなに巨大に思っちゃうのっておかしいでしょ。あと、後ろって、わざわざ見ないの。VR、このヘッドセットつけた状態で、1個の部分って別にいいんだよ。だからね、そこね、ちゃんと、やっぱり、どっちが主流なのかっていうのをはっきりとしといた方がいいよ。まあ、これからのね、時代の流れはね、なんとなくはぼんやりとは僕は見えておいた方がいいかなと思ってて、やっぱり実際体感するまでのハードルは今のところ現状 PSVR 買ったりね、パソコンだなんだ高いけど、この条件さえ、ハードルさえクリアすれば、この体験っていうのは、ほんとすごい体験なんだってことはもう確信してんだから、あとはそのハードルが時代の流れと技術とでどんだけの速さで下がってくるかだけなんだよ。いつか絶対に来るわけ、時代としては。それが、こういう配信だとか、YouTube とかに結びつきやすい状態でもあるわけなんですよ。うん。ここには何かね、可能性がすげえあるんだよな。まあ、360度はね、ちょっと違うと思うね。あれは Google ストリートビューだとか、例えば部屋の全体をカシャッとこう撮った時に、全体がこうぐるーんってドラッグしながら見えるとか、そういう利点とかはあるけど、そこまでなんかないかもしれないね。この先ね、5年ぐらいの感じで、いつかその、ポンと来るタイミングがあるから、それをね、皆さんお楽しみにしといてくださいよ。うん。どんどん軽くなって、安くなって、煩わしさも消えていくことで。そしてアイドルだよな。誰が秋元康なのか？先にこの VR とアイドルを結びつけて、一番手っ取り早く大きく爆発、ブレイクさせようと、するのは誰なんだ？つんくなのか？僕なのか？プラチナムプロダクションなのか？やっぱりね、ここ強くね、今先行投資した方がいいと思うよ。VR と、もう VR アイドル的な枠を作って、もう、ちょっと特化させる。もう、なんていうのかな。しつこいぐらいにやるような人を一人作ってもいいぐらいだと思うんだけどね。うん、だってキスできんだぜ、アイドルと。で、唇型のさ、なんか、その、同梱してさ、シリコンみたいなブヨンブヨンしたものを。で、例えば画面上のさ、とまるさやかちゃんがキスした時に、そのアタッチメントを自分にこういうふうにキスしてくださいって言って、同じ形でできてますよっていう、やらしいぐらいそこまでつけたら分かりやすいじゃん。だから自分でこう手でやるんだけど、こうすれば同じですよっていう これやった方がいいと思うぜ。そこまでね、やんないと一般の人たち分かんないから。これがどれほどの、とまる、だキス VR っていうことにしてさ、唇付きって、だって時々なんかキスマーク付きのさ、写真集とか売ってたりするじゃん。本人がサイン本みたいな感じでつけるとか。なそういう感じでやっとけばね、これビジネスチャンスはあるぜ。結局そういうので普及していくからね。世の中のね、クズどもが多いからさ。あとは、やっぱり映像だと、これは僕はゲームと映像の一番の違いとして、映像だとね、どうしてもその 3D 空間に入れないわけ。なぜなら、ここにいるとしても、こうやって前に進んでも、自分の同じように映像もこういっちゃうから、前に進めないの。例えばこう、うずもれたいと思っても、うずもれないわけよ、映像だから。だけど、サマーレッスン、3D 空間に自分が入った状態だと、うずもれるっていうのわかるよね。まあもちろん、その、オブジェクトの中に入っちゃったら、ここはプレイエリア外ですって黒いのが出ちゃうんだけど、3D 空間に入れるのと没入度がまた変わってくるんだけど、これがなんかね、その、ソニーの今タダで出してる、まあこれはエロとも全然関係ない、ただのおっさんがね、こうバイオリン、ティーティーティーとかこう弾く動画があるんだけど、あれがすごくて、あれ技術はよくわかんないんだけどね、映像なんだよ。基本映像なんだけど、この自分の空間の少しだけが 3D なんか空間になってんの。だから、その映像を見てんのに、こうやってやると、この自分の動ける範囲だけなんだけど、近づけるんだよ。映像を見てるんだけど、近づけるっていう。あれ、なんだっけな、名前。これ PSVR 持ってる人だったら、タダで見れるから絶対見た方がいいんだけど、その空間プラス、空間を確保しつつの、
映像、3D 映像っていうのがあって、これがまたね、没入度がね、ずいぶん上がるんだよな。ああいう技術が簡単にできるってことは、あれね、とにかくバイオリンの映像なの。バイオリンのこう、キャッキャッ。おっさんが、有名なバイオリン奏者、こっちにピアノがいて、で、その映像を見るっていうだけなんだけど、こう自分がこうやって近づいた時に、このピアノが近くに来るんだよ。映像だ、単純な映像だったらありえないことがその場で起こってるから、あれはなんか特殊な技術なんだろうけど、あれいいね。あれおすすめ。バイオリン弾きながら見れるっていう。なんとなく、VR 映像ってほんとピンキリでさ、360度みたいなクソみたいなのがあるから、どうしても敬遠しちゃうんだけど、あのバイオリンのはね、ちょっと見た方がいいと思う。あれはその空間も込みだから。ああ、そうそうそう、これジョシュア・ベル VR ってやつ。ジョシュア・ベルっていうなんか有名なバイオリン弾きの、ただ単に演奏を見るだけなんだけど、まあ見といてよ。あれ見た方がいいと思うね、ジョシュア・ベル。あとは僕の YouTube のやっぱね、フィレンツェ VR だね。あれも徹底的にね、こだわり抜いたね、作品ですから。またあそこも行こうと思ってんだよ。VR 続きに申し訳ないけど、新宿の、歌舞伎町の VR ゾーン新宿。あそこもね、フリーローム型っつうの、背中になんか背負ってこう打ちながら自由に歩けるっていう VR ゾーンで、新しいアトラクションできたらしいんだ。それやって、あとドラゴンボールこの前できなかった。エヴァンゲリオンとドラゴンボールの2択で迷って、エヴァンゲリオンやっちゃったから、こっち結構しょぼかったのね。だからドラゴンボールでカメハメハを打つとか、これやりたいし。あそこね、 VR ゾーン評判いいけど金が高い。とにかく高い。アクティビティの値段を一気に上げたっていうふうに、まあそれは戦略的にやってんだけど、まああの辺ホステルとかさ、金持ってるやつはいっぱいいるじゃん。あいつらから金巻き上げるためには、やっぱ単価、客単価めっちゃ上げた方がいいからっていうね。まあそういう考え方で言ってんだろうけど、いや、前回一回行ったの。一回行ってね、釣り VR、お忍びで来てたね、普通にプライベートで来てたソニーの吉田秀平ことね、ヨシピーとね、釣り VR 並んでる時にばったり遭遇しちゃったけどさ。な、VR のね、俺は流行らないと思うよって言ってる人もいるけど、いろんなジャンルがあるじゃん。あれはアミューズメント VR。もちろんね、ちょっとね、限界もあると思うんだよね。ちょっと飽きちゃったりとか、まあ、ある程度飽和状態になった時に、バンと出てくるものがないと、やっぱその体験っていうのも、飽きっていうかさ、慣れっていうのもあるから、最初に高所恐怖症をやった時と、それ高所恐怖症を一回体験した後に、何か違う VR やった時って、やっぱり感じ方も変わってくるし、まあでも今のところは僕は全部の分野でありだと思うね。配信にしたって、まあ、ゲーム、アミューズメント、それも行くし、あとは結果報告というかね、僕浜田ブリトニーチームのメンバーとして麻雀大会にチーム戦で参加してたんですよ。だけどつい先日ね、辞表を提出しまして、次でね、プラスになんなかったら、僕はもう、やめるって言ったの。自分を背水の陣に追い込んで、それで言ったんだけど、まんまとね、またドベを引きまして、2位、2位、3位、4位で、マイナス70ぐらいで、今、そのチーム戦のメンバー、何人ぐらいいるのかな？6かける7、4、28人ぐらい全部いるとするじゃん。28人ぐらいの中で、僕、マイナスがさ、170何とかで、ダントツ下なんだよ。でもこれ、まあ確かに、あそこにいる人たちって、セミプロみたいな麻雀に人生かけてる人たちだから、負けんのはわかるんだけど、それにしても僕負けすぎなんだよ。いや、なんつうの、もちろん技術的に多少僕の方が弱い、劣ってるっていうのはわかるよ。だって麻雀に人生かけてる人たちなんだから、それはそうじゃん。じゃあもう、なんつうの、60歳ぐらいでずーっと麻雀業界にいてとか、そういう人たちばっかりだからさ。で、負けんのはわかんないけど、それにしてもなんかやっぱり負けすぎっていうか、例えばこっちがさ、三面ちゃんで張ってリーチかけて追っかけられたら、カンちゃん待ちに一発で詰まられたりとか、そういう、なんつうのかな。それにしても僕はあそこで170も負けるスキルではないんだよ。せいぜい50ぐらいの負けでとどめてほしいのに、なんか170ぐらい負けてるからもうダメだなと思って。いや、やっぱり、麻雀に人生かけてる人たちにはかなわないよ。そこはやっぱり自分は認めないといけないよ。
だって雀荘を経営していてさ、毎日毎日麻雀やってる人と、たまに麻雀をさ、趣味で追っかけてる人、そりゃ負けるよ。メンタル関係ないんだよ。メンタルは僕負けてないんで、全然。別に負けてもいいと思ってもやってるけど、勝ちたいと思ってやってるけど、なんかでも、これ、なんで僕、浜田ブリトニーチームなんなのっていう。全員マイナスだから。つうか、もうちょっとさ、チームのバランス取れよって僕は言いたいよ。これチーム戦として成り立ってないじゃん。もっとどれくらいのその実力者を集めてさ、そんなにガチな人よ。その、もっとバランス取ろうよ。バラエティーじゃないの。僕は浜田ブリトニーさんから誘われて、浜田ブリトニーさんのジャンル知ってて、あ、そんぐらいのなんつうの、ほんわか麻雀なのかなと思って、あ、だったら僕無双してやるよっていう気持ちで行ったらさ、ガチガチのなんか、もう、メンバーなんだもん。あれ良くないよ。あれは、その、企画として良くないよ、そもそも。こんなこと、もう僕引退したから言うけどさ、もっとなんかあるでしょうよ。チーム力をばらけさせたり、浜田ブリトニーさんにも、例えばメンバーを募集するときに、こっちはこんぐらいのジャンル力の人揃えてるよとかさ、だって、じゃあ見せてやるから、そんな中で僕ムカついたから、ムカついたって言ってもそんなにムカついてないんだけどさ、MJ モバイル今、たまにやってんだけどさ、この、だって僕全国大会今、全国8位だぜ、僕のジャンル力をもってすると。これね、レベル低い。まあ、これは、ああいう、ヒリヒリのところからやったら全然レベル低いんだよ、これ。もう、ライトユーザーばっかりでさ。でも、この全国大会で、簡単にね、だって僕、お金1円もかけてないんだよ、これ。第19回全国大会ってあるじゃん。で、ランキングっていうのがあって、予選をまず突破してから、この決勝の頓風戦ランキングっていうのがあるの。ほら、これで、全国で今何位だろうな。ほら、見える？全国8位にいるんだぜ。しかもこれって、なんか課金しまくると、ずーっと何回もずーっとやるじゃん。その中の一番良かった8試合を抽出してみたいな感じなの。例えば、100点、10点、10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 点、100点とかだったら、この100と10のこの8試合を抽出してだから、やればやるほど確かに点数は上がるけど、でも、これは相当連続で1位取らないといけないからいけないのと、あと僕これ、課金全くしないんだよ。始めたばっかりっつうか、そこまでやってなくて、でも、この、見て、このアイコンっつうか、すごい強そうでしょ。ゴテゴテして気持ち悪い。ほら、7段で、なんか、すごいかっこいいでしょ。おしゃれしまくれるからね。でもね、相当ね、レベル低い。はっきり言ってレベル低いわ。だってみんなノーガードだもん、ほとんどのやつが。でもこういうので視野を広げられるね、やっぱね。結局、麻雀実践、オンラインがクソだっていう人もいるけど、やっぱりね、ある程度ね、やった方がいいよ。麻雀もポーカーも。はい、もう一回見せるから。僕、今、797点取ってるからね。これいいよね。無課金でね。それなりのね、僕は実力者なんだけど、どうもあれ、本当にいろんな運が良くなかったね。まあ、負けるときは負けっからね。そこまでミスしてないしな。まあ、見る人が見ればこれはミスなんだろうなと思うけど、僕なりにね、ちゃんとね、その理屈があってやってるところもあったりするし、下手したらもっと負けてたところをちゃんと回避もしてるんだけど、でも負けんだよな、結局。そんなね、浜田ブリトニーさんのね、一応 LINE 上では謝罪したんだけど、もう引退しますって言ってね、みんなのメンバーにご迷惑かけてすみませんって。僕ともう一人ね、そのスタカドっていう、なんか、ドラゴンボールのセルの真似をしてる芸人の人が、ダントツで落としてんだよ、浜ブリッジ。みんなマイナスはマイナスなんだけど、僕とその二人で、まあ、マイナス300ぐらい叩き出してるから、まあ、明日謝罪してくるわ。ペコペコハウス行って。浜田ブリトニーさんの新しいオカオカハウスっていうのが新宿にあって、新しいのがオープンしたペコペコハウスっていう。そこでね、だからペコペコ、僕が謝罪するための店なんじゃねえの？ペコペコハウスっていう名前、僕の、何？ペコペコしろっていう、罰金払ってペコペコしろっていう意味のね、もしかしたら新しい名前なのかもしれないけど、そこでめちゃくちゃペコペコしてくる。浜田ブリトニーさんに すみませんでしたって。かわいそうでしょ？でもしょうがないよな。チーム戦でやっちゃったもんな。もしね、これから先そういうのがあるんだったら、もうちょっとチーム力考え、
その企画として、あんだけ一つの浜田ブリトニーチームマイナス400、他のチームが200プラス200プラス200プラス100プラス100とかだと、これから先1年続けていく上でもう、ジャンル的に僕よりも下手くそな人が浜田ブリトニーチームには結構いるわけよ、ブリトニーさん含めて。だからあれ、ほんと先が思いやられるというかさ、どうなっちゃうんだろうなって思っちゃうよ。うん、僕みたいなね、主力がね、不甲斐ない結果で抜けたことで、この先かといって強い人入れればいいって話でもないじゃん。チームのなんかあるでしょ、やっぱり色みたいなのが。お笑い芸人とブリトニーさんは別にチームの作り方いいと思うんで、他がガチすぎる。勝つこと、いや、わかんない、詳細はわからんけど、勝つことしか考えてないのかな、なんだろうなあれ。メンバーとか言っても僕が無知なだけかもしんないけどさ、いやだってプロ禁止って書いてあるのに、ほとんどの人もそれある意味この人プロでしょっていう人ばっかりだもん。やばいよあれは。テーマというか、まあしわりというか、漫画家麻雀大会とかまだ漫画家っていうくくりがあるからいいとかさ、なんとかしたいな、したいけど僕にはもう何ともできねえな。まあしょうがねえか。ちょっともうちょっと精進するわ。もっと雑魚め、胃の中の蛙でね、そこいらのやつ無双してね、 こいつらこの MJ で無双して全国ランカーでね、ダウンをどんどん上げてね、無課金で。多分これ8位とか適当に入れば、それなりの金っつうかね、課金アイテムが入ってくるから、そしたらいくらでもやれるからね。さっき誰か書いてたな、そういえば。井口監督について。誰も興味のない千葉ロッテマリーンズの新監督が井口になった話ね。僕は興味あるけどね。いや、でもありだよな。もう井口でいい。つうか、井口がそもそもソフトバンクからさ、海外に行ったじゃん。ホワイトソックスかなんかに。で、戻ってくるときマリーンズに入ったときにもう、噂では監督手形がその時点でもう約束されてたっていう噂があったわけ。マリーンズに入ったらもうその終わってからのキャリアも保証されてますよの意味でもう監督手形だからこそ、その井口生え抜きの三郎大松福浦軍団と井口軍団がこうちょっと分かれて、で三郎を結局今フロントにいないわけなんだよね。だからこれ、まあ、約束された監督手形なんじゃないかっていう話もあるけど、でもまあ井口の人間性とかさ、そこまで悪いとは思えないからね。今までのその野球に取り組む姿勢とか結果を出す姿勢とか見てて納得だよ。これでわけのわからんフランコ監督とか、あと外部から呼んできた誰かっていうよりかは、伊藤監督は全然好きだったんだけどね。でもちょっと晩年はちょっと汚したなっていうか、今年1年はまあチームの力が全然足りてないし、その企業のロッテ、もともとのロッテって企業のごたごたにも巻き込まれて、デスパイに取られて最悪の戦力で戦ったっていうのもあるけど、まあその懲罰的な交代とかが目につくようになったし、ちょっとね、でもやっぱ井口っていうのはそう、プロ野球界としてもレジェンドなわけよ。やっぱり人脈もそれなりにあるし、海外を経験し、メジャーリーグで結果を残して、そのワールドシリーズだからなんかトップに立ってるわけじゃん、一回。そういうのも全部込みで、その経験っていうのはね、まあ指導者としても、まあプラスでしょうよ。どう考えても。だから、井口は間違いないと思うよ。なんか人間性なんだよ、やっぱり。人間性がもちろん表向きしか我々は見てないから、裏でどんな人間か知らんけど、大体ボロは出るじゃん、そういうやつっていうのは。あの巨人に入って主乱でなんかやったやつとかいるでしょ。 FA で巨人行ったはいいけどって。あとなんかやっぱり中村のりとかがやばそうな感じはするじゃん。中村のりがなぜそのプロ野球界のコーチに呼ばれてないかとか、なんとなく清原とかもやばい感じあるじゃん。桑田もちょっとやばい感じあんない。その表向きには絶対出さなくても、どこかしらでほころびみたいな、なんか裏の評判とかっていうのは結局もう繁華街とかに出かけるわけだからさ、出てくるわけだけど、井口はそこまでなんかそういう黒い話は聞かないよな、僕は信じてるね。あとはその今のコーチ陣をどう編成するかだけど、井口よりも年が大きく上で、あの影響力の強いやつをコーチに入れちゃうと逆効果になっちゃうけど、まあ極端な話したら、ノムさんとかが例えば講師にいたら最悪じゃん。ノムさん的なそういうもう、まあ、老害って言ったらなんだけど、まあ、ちょっと声の強い人を入れないようにして、若い中で
それなりに有力な人で固めないといけないから、なんか鳥越、昔ソフトバンクのショート守ってた長身の鳥越をなんか招聘するみたいなことも言ってるけど、そういうのでいいと思うんだよね。井口の馴染みのメンツで固めてさ、まあ結果出せないかもしれないけどさ、高橋由伸みたいになるかもしれんけど、でも納得するよな、マリーンズファンとしてはさ。今のところ堀光一とかも続投だし、ゴーゴー大塚明とさ、岩尾の大村岩尾と、こんなマリーンズのさ、あと誰だ？あとあれだよ、顔がねじくれてるサンデー慎吾の小野慎吾、小林正、幕張の防波堤の小林正秀、これぐらいでまあきつい、きつそうだけど、僕はそのフロントにはね、期待したいよ。ほがらかマリーンズで行ってほしいよ。で、清宮っていう人とってさ、清宮だっけ、なんだっけ、知らんけど、ロッテのお菓子持ってお、お、お、挨拶しに行ったさ、初年度から使いまくっちゃうよ、中田みたいに。日ハムの中田みたいに三振ばっかして1割台でもうずっと4番に使ってたっていう栗山監督みたいなね、名采配をしてもう育てまくっちゃえばいいんじゃないの。もういいよ、このどん底のマリーンズなんだから、ここ1年でさ、一気に優勝できることなんてありえないんだから、それを井口のせいにしないで、まあ、育成期間として、ちょっともう中村奨吾、僕がね、今季の前半、先般にあげたね、中村奨吾、最悪だって言った中村奨吾だって、後半に向けてもう順位が確定してからそれなりに結果を出し続けてるわけだし、中村奨吾とさ、平沢、ショートの平沢、なんか中村奨吾はショート守ってたりするよね。で、加藤翔平、荻野あたりで、この辺のね、まあ、地味なね、メンバーでなんとかいけんじゃないの？今入るとしたらマリーンズね、本当狙い目だよ、そのプロ野球選手の清宮とかそういう。大物にしたら、ジャイアンツとかそのソフトバンクとか入ったら枠が開かないもんね。もうガッチガチに固まっちゃってんじゃん今。マリーンズなんていくらでも開くよ。どんだけ若手にチャンス与えたと思ってんだよ、今季なんて。こいつ絶対よその球団だったらこんな一軍で投げらんないだろうっていう人ばっかり投げしたからね。で、ちゃんと酒井っていうさ、ドラフト2位でちょっと隠れてた、佐々木千早に隠れてたね、酒井もしっかり結果出してるし、あれ、酒井、他の球団行ったら絶対こんな風に活躍できなかったんじゃないかなと思うけどね。マリーンズめちゃくちゃ狙い目だよな、今。な、来年の井口体制でね、もうちょっと頑張ってほしいなと思うけどね。そんぐらいですね。いや、もう、7時の、あ、ママさん、すいませんでした。なんか、なかなか。あ、いや、全然いいですよ。生姜焼き定食いただいてもいいですか？はい。またちょっとボードゲーム会も企んでおきますんで、こじんまりのやつと大勢と、ちょっと お願いし ます。すみません。いや、ママさんにはね、いろいろご迷惑おかけしまくってっからね。VR 撮影とか言ってさ、ママさんもご出演いただいたんだけど、ナポリタンをね、まあ、ネタバラシしちゃうと、ジップロックに入れてるんですよ、動画の。それも、ああいうの、良くないとは思ったけど、ママさんに事前に説明してね。ちょっと大事なナポリタンを、ジップロックちょっとこれ、まあ、演出の都合っていうか、4分ぐらいで全部を完結させないといけないから、全部食うと、やっぱり編集点とか、いろいろ間延びとかあるから、ちょっとこの目の前のナポリタンをなくすにはどうしたらいいかなっていう、僕の頭脳が働いた結果、あ、じゃあ、近所の隣にあげるっていう設定で、入れればいいんだと思って、で、それ入れて、出るところまでやったんだけど、ちゃんと終わってからね、すぐに戻ってきて、またそのジップロックからお皿にあげて、ちゃんとせ、まあそれもよくないからいい、悪いなと思ったけど、ちゃんとお皿にあげてね、ちゃんと全部食べましたから、もちろんだけど。まあ、いろいろな意味で、このワンカットで3、4分で収まる動画で、その定点撮影でどうしたら一番面白い VR 動画になるのかなって考えて、それでね、考えたの。だからああやってね、そういうところもあるから、こう、バッドがつきまくって、チャンネル登録者をね、解除する人いるけど、いいんだよ、あれは。僕の意図はそこだから。終わりになって思い出したけど、普段塾のライブ行ったんだった。ツイッターを見ると、僕のツイッターをこう、ま、遡っていくと、あ、そういえばこんなことあったなっていうのを思い出すんだけど、最近何したかなっていうので。なんだかんださ、僕、普段塾結成ぐらいからずっと追ってるわけですよ。で、初期メンバーという、もう結成した時にいたメンバーは、もう全員いないんだよね。今、普段塾10周年って言って、日比谷野外音楽堂でやってるんだけど。で、僕のイメージでは、なんか、後からの新メンバーとして若く入ってきた、その瀬口かなさんとかが、今はもう、一番の古株っていうか、みんなを支える、
リーダーみたいな、先輩みたいな立場になってて、その状況でライブを見るのは僕は、初めてみたいなもんなんですよ。ウラちゃんとコナンちゃんがいなくなっちゃった状態、あとあの恭平くんね、だから初めてだったんだけど、でも良かったんだよな。やっぱりその伝承されてんだよ、ちゃんと曲は同じ曲をやるし、人生は母とか、あの勝つんだとかさ、なんかいろいろ僕の好きな偶然同じ時代に生まれた若者たちとかちゃんとやって、で、あと武器みたいなのもあんの、普段塾って全員それぞれが武器を持ってて、なんかなんつうのスキルみたいなの持ってんの、知識の知とかさ、あと親孝行の孝とか、そういう文字一つとなんか武器と色が全部設定されてんだけど、その武器も全部継承されててさ、前にマリルさん、原田マリルさんが持ってたね、トライデントっていう変な三角の槍みたいなのはまた違う若い人に継承されてて、歌は歌詞は同じだから、なんか継承してる感がねあったんだよね。だから全然知らない新メンバーの人が2人いて、全然知らないさ、まあ、僕が追っかけてるの不足してるんだけど、でちょっとだけ知ってる新メンバーが2人いて、でギリギリ知ってる新メンバーのその割と馴染みのある長谷川愛さんがいて、で瀬口かなさん、僕がね激推ししてる瀬口かなさん、イエローの瀬口かなさんがいて、そういう状態で見たからどうかなって不安だったんだけど、やっぱり普段塾のライブだなっていうのが感じられたのと、あと今までのねメンバーの顔がこう見てても、今はいないその人たちが裏に見えてる感じがあるんで、ちょっとまあキャンチさんとかね、あのヨキューンとかさ、ゴージャスさんと動画やってるヨキさんとか、ルハラレンジこと原田マリルさんとかさ、これで全員言わなかったらやばいよな、僕これで全員言わなかったら相当やばいけど、だけど全員言うからね。あとあれだよ、テチテチっていうあの人、マキッチ、福見マキさんでしょ。あとね、もちろんあの恭平くんでしょ、京本、京本さんでしょ。あとまだ言ってない人いるの、これ、うらちゃんが言ったよね。あとこれね絶対みんな言えないけどね、寛兵衛っていうですね、黄色の瀬口かなさんが入る前にルハラレンジ、原田マリルさんと一緒に入った寛兵衛も僕は覚えてるから、勝つんだの時だけ多分 PV に出てる寛兵衛でしょ。スザンヌとかの頃はね、ちょっとね、あの頃は普段塾っていうか中野風潮シスターだったから普段塾ではないはず、確かスザンヌとかは。だからもうこれで全部なんだよ、絶対全部だよな、忘れてないよな。忘れてたとしたら、あのド忘れみたいなもんだから、忘れてないよ。そういうのが全部引き継がれてたんだよな。それで僕はね、まあもちろん全部ライブとしてもそういう伝承されてたっていうから、すごく入りやすかったのが良かったんだけど、僕が一番良かったのはやっぱ最後の感動シーンなんだよな。最後の、僕は3年前の夜音も実はちゃんと普通に言ってたんだけど、3年前の夜音を見ていたら、その時はその相葉健水っていう長谷川愛さんは一番下っ端だったの。だけど夜音ね、あのみんな最高だーって言って最後締めて、泣きながら締めたんだけど、それを今度最後の挨拶で自分はもうナンバー2の状態で、トップ2の状態でもう一度言わせてくださいって言って、ヤオンっていうか皆さん最高ですってバーって言ってわーって盛り上がったので、最後にさ、瀬口かなさん、ここでやっぱり自分はね辞めたいっていうこともあったとか、すごい感動の、もう泣きながら、あの自分がトップになっちゃって、自分たちがね普段塾っていうものを引き継いでいけるのかとか、自分の好きな普段塾は今の普段塾じゃないかもしれないみたいな、かつていたキャンチさんとかね、その人コナンちゃんとかいた時代の普段塾が最高だって言われると、すごく心が傷つくこともあったりとか、どうすればいいんだろうなみたいなこと、葛藤があった中で、やっぱり自分は普段塾を守りたいんだっていうことをすごく強く言ってね、で熱のこもったもうみんなも会場も泣いてて、でここでね、最後に私も3年前のね、コナンちゃんが言ったね、このセリフで締めたいって言って、すごいいいシーンじゃん、みんな泣いてね。でそこで3年前コナンちゃんはやっぱり私たちは武道館に立ちたいんですってわーって盛り上がったの。それを3年前のね、あのコナンちゃんのセリフでします、で大きな声でね、やっぱり私たちは野音に立ちたいんですって、これだよ、ここ最高なんだよ。
ヤオン、今ヤオン立ってるじゃん。え、あれそこ武道館って言わないといけないんだけど、みんな泣いてて、さあって、で、あれ、それって、あれ違くないって、今、ヤオンじゃない？ここヤオンだよねって誰か突っ込んだら、あーっ、間違えたーって、うずくまっちゃったの。泣いてたから間違えたーって、あれすげえいいよな。あんな一番締めのシーンで、一番感極まるシーンで、間違えちゃって、ヤオン、今立ってる場所って言っちゃったから、いや瀬口さんあれ相当良かったよ。感動してうるうるしながらもズコーっていう感じで、じゃあもうみんな分かってるよねって言って、みんなで最後にやっぱり私たちはね武道館に立ちたいですって言って終わったんだけど、うん、いやすげえ良かったな。あの瀬口さんはあんなの絶対になったらさやっちゃいけないことだし、あのズッコケプラス感動みたいなのはいやーすごいね。よくやるよな。で、わたわたしてもらう。じゃあちょっと、これ DVD 化されるから、編集点作らなきゃみたいなことをわたわたして、わざわざ編集点を作るんだけど、明らかにあんなの編集点ならないから、ここで切って、こっから繋げたって、明らかにおかしいから、あの流れはそのまんま DVD 化されるのかもしれないけど、いやー、あれはね、相当歴史っていうか僕の中ではインパクトがあったし、やっぱ瀬口さんね、すげーなと。さすがスプラトゥーンガチ勢だなっていう。うん、あそこはね、あのミスはちょっとだってあんなに感動してたんだから僕たちズコーって、うん、すごいよ。そこがでもねやっぱね瀬口さんなんだよな。完璧だよな。含めてそこ含めて完璧だったな。いやでも僕今瀬口さんにスプラトゥーン勝てる気がするんだけど、自分のレベルがどん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 上がってるから、かつて見たね瀬口さんのでもいや勝てないかな、でもガチ勢なんだあっちは。でもなんか僕今立ち回りとかすげえ上手くなってるし、この前も動画上げたんだけどスプラトゥーンのもう S プラスまで行っちゃったからね。 S プラスエリアね、ガチエリア、ジェットスイーパー一筋で、うん、でも S プラスしんどいわやっぱり。 S もしんどいし、なんなら A だってしんどいんだけど、うん、もう多分すぐ落ちると思う。今のところ1回だけ落ちる危機を免れて、こうひび割れ4回でねグイーンって下がったんだけど、うん、もうしんどい。でもやっぱり上に行けば行くほど周りの人たちも強いから、結局チーム構成に寄ったりするところもあるけど、でもやっぱり勝つためにはさ自分貢献したいじゃん。だから結局自分のね相応のランクに落ち着くと思うんだよ結局。ホコとヤグラはまだホコがね A プラスで、S のチャンス何度もあったんだけどずっと落ちて A プラスで、ヤグラが、A、 まだ A なんだよ。ヤグラが一番ね好きじゃないね。なんかジェットスイーパーと合わないのかな。なんかこう最終的にヤグラってゴリ押しになるわけよ。こうヤグラにみんなが乗っていって、そこにこうバン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 行く感じになるから、なんかジェットスイーパー的だと、まあ、それってそこに参加しない方がいいんだけど、でもうまくやればミサイルの使い方によってはねいけるんだけど、なんか負けるな。今回のアップデートでも絶水さ結局、ありがとうございます。すいません、なんかちょっといつもありがとうございます。ちょっとでもさっき南條さんの方がいたんで申し訳ないなと。すいませんでした。ちょっと分かんないかもな、日本の。そうですね、なんか外国から来てて、中国だったから。いやすごいですよそうそう、この人何やってんだろうと思われて、日本のなんか恥になっちゃうから。なんでですよ、大丈夫ですよ。日本はこうやって喫茶店でブツブツ言ってる人いるんだなと思われたら。おばさんとかおじさんでなければ大丈夫です。大丈夫ですね、すみません。南條吉野さんのここ聖地だから、そういう南條さんの食べたものを食べたいですって片言の日本語でね、メガネをかけた不女子の外国の多分アジア系の人がいたんだけどさ、うん、その横で僕ずっとブツ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 言ってたじゃん、うん、あれ国際問題に発展しかねないからね。日本ってこんなやつが喫茶店でパソコン2台開いてね、なんか気持ち悪い国だなみたいに思われたらさ嫌じゃん、うん、せっかく南條吉野さんが好きで来たのにさ、うん、申し訳ない気持ちはね実はあったんだよこういう時って、うん、だからね、だけどやめない僕のねこのずぶとさね、はい、お
美味しいよね、やっぱ生姜焼き定食。最近はこれプラスその晩酌セットっていうのも僕の好きなものでね、もつ煮もあるんだよね。だからフィレンツェのねメニューすごくいいよ。じゃあいただきたいけど、いただく前に終わりにしますけど、いやスプラトゥーンもさっさとやりてえわ。ホコは奥深いかな。ホコはね、確かにホコも奥深いね。確かに状況を見ないといけないし、裏取ったりとか、その一発逆転もあるし、まあ面白いといえば面白いな。でホコは A プラス今。ホコも S チャンスね、何回もあったから、やっぱり仲間との意思疎通ってすげえ重要だよね。前線とかでさ、いくらキル稼がれたってさ、その矛の周りにいなければ意味ないとかあるじゃん、やっぱり。その辺のね、僕のスプラトゥーンに対する思いは3時間40分の動画にね全部詰め込んだし、またいつかね暇な時やるから、あれ、スプラトゥーンあんまりニーズがないかもしんないけど、怒涛の週末が終わったらね、その結果報告とともにですね配信しますんで、その前に漫画終わらせなきゃね。VR 漫画ね。矢倉で自炊は、そうなんだよね。厳しいんですよ。矢倉で自炊、ここに書いてるけど。やっぱり、しかも今、アップデートが入って、自炊は現状維持なんだけど、まずは、スフィアが弱体化されたのと、それ以外のやつが結構、ちょっと強化されたんだよ。ローラーと、あとその辺の爆発系と。だからね、ちょっとやっぱり相対的に自炊が厳しい状況になってるのと、そうラピブラとかそのブラスター系爆発系にどうしても勢いで負けちゃうっていうのがあるからね、まあそこもなんとかね自炊愛でねカバーしていきたいですね、立ち回りで。じゃあご飯食べて終わりますんで、ありがとうございました。